えー、2023年。 えー、4月の24日、えー世界えー、日本の政府と世界の皆さん、えー、世界の政府の皆さん、ね、SOS2 なんですけども、えー、続きです。えー、春山整骨院とか、その警察官の人とかね、その精神病院の人とか、先ほど言ったまあ公務員とか国家公務員とか、その辺のところすべて、えー、正常化しようと、えー、しています。で、それについてね、あのー、一般的に絡んできた連中、テレビ局とかあ関係の人間も含めて、 えー、企業から、えー、テレビに出てる人間とか裁判所とかで勤務してる人間はテレビ局に出てるのも分かります。だけども、これね、僕が、えー、以前、ここ3年ぐらい前なんか、えー、大体それぐらいの期間まで、2010年からそれぐらいまでの期間で、えー、1日多い時で、えー、200人ほどに絡まれてます、えーまあ、普通の日で100人ぐらいに絡まれてます、原山聖子前から来た連中含めてね、ドアノート含めてです。 あの、ああいうふうなドアノートとかでも嫌がらせとかできますから、ずっとイラ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 こちらをさせられますから、バッタン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 家の前でさせてもね。だからそれはひどい挑発行為であって、裁判妨害であって、威嚇行為でもあると。で、えー、いいですか 一年間365日あるでしょう。で、春山生骨院は土曜日開けています。で、土曜日夜まで開けてた、えー、時期もありました。現在は土曜日は昼間までです。ただし夕方にも、えー 介護職の連中が老人を連れてきたり、えーまあ、迎えに来たりしてるのがよくわかりませんけども、内部事情見たことありませんから、まあなす来てると。で、えー、日曜日は基本的に休みなんだけども、たまに春山清骨院の中で入りしてる車はしょっちゅう見かけます。で、そういった記録とかもなくなってしまっています。で、えー、いいですか 1>, 1日へ、えー、裁判妨害、挑発行為、医学行為、迷惑防止条例違反、こういったものを、ねえー1、1日平,平均で、まあ、100人ほどだったとしましょう、多いときは200人いましたけどもね、だけども、1年間で、ね、大体、まあ、日曜日が休みのことを含めると、3万6500回になるんですよ。 いいですか ?10 年間で36万5000回ですよ。こんなものを同一グループだったとしたら集団暴行として扱って刑務所行きになりますよ。本当にこんなに裁判止めてたら。いろんな件の裁判止めてるんですから。州が株式会社の件もそう。ね。他の件もそう。本当はできてた裁判。本当は少数取ってた裁判。所層、所層費用の救助申請で通ってるんだから。もう証拠集めてるんだから、こっち。もう書類化して。ね。 長時間労働の実態とかも分かってるんだから。で、週が株式会社だけじゃないの、悪いの。病院とかね、僕が両顎を割られた時に、神戸大学附属病院に搬送されて、そこで強制わいせつ、あってるんですよ。で、そいつらは多分エロ業界側で、えー、病院も看護師に関して、これも正社員化しなきゃならな,ない。 もう、あの、人材派遣会社の人間使っちゃダメ。いろんな人間が出入りするから、管理ナができない。人を固定させて、もう各業界がそう、ホテルマンもそう、えー、IT 関係もそう、人材派遣会社使ってるでしょ。もう人材派遣会、業法、世界的に、強制的にもう全部、あのー、削除してください。日給不合できなか受けようもそう。どこの誰が働いてるか分かんない社会になるから、無理管理ナができなくなるから、どこの誰がいつ悪さをしたとか、えー、それを理由に、えー、会社辞めさせたりとかで、これで真面目な人間がしっかりとね、正社員 縁雇用でで残っていく社会にできるからね、しっかりしましょう。いいですかね。刑務所行きになる人間、山ほど出てきますよ。で、それを司法取引で、で、どこの誰が、 一番ひどい、その性風俗に行っていたとか、銀座のホステスのいる高級クラブに行ってたの、ここも暴力団が経営してる。で、えー、キャバクラ行ってたのか、キャバクラも暴力団が経営してる。こんなこと昔からもう、あの、全国紙の、えー、新聞紙でも98、98%のこういったところが、えー、暴力団員が経営してるっていうことで、新聞に掲載されています。じいさ性暴力ですから。で、えエ、ー、ロ業界もそう、ああいう風な放送も全部やめさせなあかん。インターネット上からも全部削除せなあかん。人間の感覚はおかしくなるから。 本当に。社会全体がそれが当たり前だと勘違いしている連中がめちゃくちゃたくさんいるから。髪の毛の色見たらわかる。髪の毛染めてる連中なんか全員まがいものい,いいですか裁判所にもまがいものいっぱいいますからね。それ全員正していくから。それ早急にしなかったら世の中正常化なんか絶対無理だから。裁判所のそういう姿を見て、裁判あの所の働いている人たちのそういう姿を見て、挫折する人続出ですから。僕も何回も挫折しましたから。求まれませんよ。一気に行きますからね。世界中の皆さんご協力のほどよろしくお願いします。